ここはシルクロードの大砂漠。上に飛ぶ鳥なく、下に走る獣なく、一本の草も生えず、一滴の水も湧かない。1300年の昔、この砂漠を西へ西へと進む一人の奉仕がありました。その名は玄奘三蔵。従う友もなく、乗り物もなく、後ろを振り返ってもついてくるのは自分の影法師のみ。ひたすら観世音菩薩の皆を唱えることだけが唯一の頼みでございます。さて、ここは長安の都。紀元前12世紀から西周、秦、漢、隋、唐と実に11の王朝がこの一帯に築かれ、花は錦と見まがい、水は緩やかに巡り、まことに豊穣な景勝の地。今は大東国大宗皇帝の御代、年号を貞観といい、太平の世が続いて、人々は繁栄を謳歌しております。姫兄弟で聞き慣れぬ曲だが、遠い西域の調べと艶やかな踊りをのう、見る者は皆魂を奪われ、
米うつつの京に引き入れられるという噂になっています。アフェンのような堀を明日はお忍びでご視察中の大宗皇帝陛下にあらせられる。不思議なものを見た。奉仕の呪文で退散した舞姫兄弟はそも何者ぞ。存じませぬ。ただならぬ容器に思わず唱えましてございます。まこと人の生気を吸い取るような怪しき気配であった。奉仕の呪文に怯えたところを見れば妖魔の化身かもしれません。何はともあれあっぱれな法力。名は何と申す。玄城と申します。話を聞きたい。宮殿へ来てくれ。舞姫に魂を奪われたのは無知な人民だけではない。恥ずかしながら一国の帝たる朕も同様であった。妖魔の仕業でございますれば。そのような妖魔を市中にはびこらせるのも祭りごとが至らぬゆえであろう。人心の荒廃は祭りごとだけで改まるものではございません。どうやったら改まる。それこそ朕が日夜求めてやまぬところだ。そなたに寺を寄進したい。都にとどまって朕の話し相手になってくれぬか。ありがたきお言葉なれど宅発の行を続ける身でございますから。おい何をやってる。陛下の御前だ。早く連れて行け。おい、おい立て。こら立てなければ張って行け。腰を痛いた病人を無体な。大丈夫ですか。医者まで運びましょう。さあ私の肩に。玄城よ、そなたこそ私が求めている奉仕です。釈迦牟尼尊者のご依頼により祭典天竺国の大来恩寺に三蔵の経典をいただきに行く者を探している。三蔵とはお釈迦様の御教えを記した15,144巻の経文だが、玄城よ、この任に応えてくれますか。身に余る光栄でございます。身を挺し力を尽くしひたすら祭典に赴き釈迦如来様の身元に到達しとうございます。そなたに三蔵法師の名を与えよう。祭典への道は108,000里。修行の旅は決して平坦ではないが千山万水を踏み越えて必ず達成するのですよ。法師何をしておられる。か
観音様のお姿がお分かりにならないのですか。観音様、あのヨボヨボのローバーか。お願いでございます。私に天竺行きの直帰を賜りますよう。天竺行き、何を言う。何者も国外に出ることは固く知られている。菩薩のお告げは国宝にも勝りましょう。黙れ、陛下の御前で。陛下は人々を堕落から救う道はないかと仰せられました。そなたは誠観世音菩薩のお告げを聞いたのか。はい、お釈迦様の身元にありがたいお経をいただきに行けと。白昼の夢でも見たのであろう。まともにお取り上げにはなりませぬよ。いや、天竺にこの世を救う経典があるならば取りに行かせるのもよかろう。陛下。長安の正門、シルクロードはここから始まります。大東国上元13年、西暦641年9月12日、三蔵法師の苦難の旅もまさにここから始まりました。金閣だよ。金閣、何を慌てている。大変だ。長安の坊主が天竺へ経を取りに出発した。釈迦の教えが広まれば我々妖怪は住みにくくなってしまうわ。天竺への道は険しい。人間の坊主にたどり着けるわけはあるまい。ただの坊主じゃない。若くて無鉄砲で恐れを知らない奴だ。ひたむきに仏を信じていて私の踊りにも心を動かさなかった。そこに観音が目をつけた。どうやら釈迦の差し金らしい。釈迦や観音がついてるとなるとこれは少々厄介だぜ。我々妖怪は人間に快楽を与え堕落させることによって栄えております。その人間に釈迦の教えが広まれば白霊様のおっしゃる通り我々には住みにくい世となりましょう。よし、我が一族の総力を挙げてその坊主の天竺行きを阻止するのだ。あれ、三蔵殿、これから西は脱炭の国、我々がお送りできるのはここまでです。この山は両海山と申しまして、この世とあの世にまたがる山と言われています。この山の向こうはあの世ということですか。あの声は。はあ、言い伝えによればこの山は昔は五行山と呼ばれていたそうです。500年も前、一匹の不死身の猿が閉じ込められ日夜うなり声を上げ続けているとか。不死身の猿が。はあ、では我々はここでおいとまをいたします。
お気をつけて。はっ！来た！おい坊さん、あんたは誰だ？どうしてこんなところにやってきた？私の名は三蔵、天竺へお経をいただきに行く身です。天竺へお経？しめた、やっと出られる時が来たぞ。来るのを待っていた。観音さんに天竺へ行く坊さんの友をしろと言われてるんだ。観音様に？頭の上にお札が貼ってあるでしょ。あいつ、じゃねえ、観世音菩薩が封印していったんです。その呪文を唱えてください。俺が言ってることが嘘じゃねえってことがわかるから。オンマニーパメフン、オンマニーパメフン。500年も閉じ込められてたんだからな。そ
なたは人なのか、それとも。まあ聞いてください。生まれた時は人間だった。故郷は東照神州強来国の加賀山水蓮堂。生まれた時から天才で、頭の働きでも腕っぷしでも人に負けたことがねえ。修行の結果、72変化の術を身につけ、ひととび10万8000人の均等に乗って天に駆け上ることもできるようになった。闇の世界を支配するコンゼマ王と勝負して奪い取った如意棒は素晴らしい武器だ。伸ばせば宮殿に届き、縮めると針よりも小さくなる。天に登ろうとすれば道が通じ、地に潜ろうとすれば門が開く。水にも溺れず火にも焼かれず、俺の向かうところに敵はなかった。俺の名前は孫悟空。人間でも化け物でも神でも仏でも、俺より強いと思うやつはかかってこい。私は何者も支配せず、支配もされない西方浄土の釈迦牟尼だ。ああ、その名前は知っている。生まれた途端に天上天下唯我独尊、つまり俺が一番偉いと言ったやつだな。実は俺もそうなんだ。誰と勝負しても負ける気がしねえんだ。それでこの天上界を荒らしに来たのか。強いが勝ちはこの世の習いだろう。この天上界は俺が支配してやる。では私の手のひらから飛び出してみよう。それができたら天界の支配者にしてやる。あんたなんてバカだ。この天上界は俺がいただきだ。100万里は飛んだはずだ。ここが天の果ての標識だな。よし、ここまで来たという証拠を残してやろう。うっと、
飛び出して800万里往復してきたぜ。このションベンザルメ、お前は私の手のひらの上をぐるぐる回っていただけだ。そんなバカな、俺は確かに天の旗まで行って印を駆けつけてきたんだ。嘘だと思ったら一緒に来いよ。行くには及ばぬ。後ろの私の指をよく見るがよい。指を見るだと？信じらんねえよ。もう一度行って確かめてくれ。この山を五行山と名付けよう。南海ふだらかさんの観世音菩薩よ、ひねくれざる悟空の教化は大慈大悲のそなたでなければかなわぬ。あとは任せましたぞ。悟空よ、私は南海の観世音です。一番でしたな。俺はまだ負けてねえぞ。まだわからないのですか。お前はうぬぼれが高じて人から猿になってしまった。このままでは猿から石になってしまいます。こんな岩跳ねのけてやる。考える時を与えてあげるのです。500年、それが過ぎればお前は本当に石になってしまう。冗談じゃねえや。猿なら生き物でまだ暴れていられるが、動けねえ石なんてまっぴらだ。500年の後、一人の僧が釈迦如来のお経を求めてここを通ります。その友をして天竺の大雷恩寺に至れば、お前の罪は許されるでしょう。俺は罪なんか犯してねえぞ。強い奴にとって何が悪いんだ。お前がいくら力んでも天の運行は変えられぬ。それをよく考えなさい。俺は汗だかしねえぞ。いつかこの山を這い出して天の運行を変えてやる。単価を切ったものの、500年の金庫は楽じゃなかった。あんたが通りかからなければ俺は本当に石になってたところだった。では観音様の言う通り、私の友をしてくれるのですね。天竺までなんて簡単さ。俺の筋トーンであっという間に運んでやるよ。何を言う、雲に乗るなどとんでもない。歩いていくつもり。一歩一歩血と汗を流してこそありがたいお経がいただけるのです。108,000里だぜ。険しい山もあれば川もある。覚悟はできています。あんたも強情だね。その上世間知らずで無鉄砲だ。何が無鉄砲です。だってこっから先にはものすげえ化け物がうようよいいんだぜ。だから観音様があなたをつけてくださるのでしょう。そりゃまあそういうことだけど。ではすぐに出発しましょう。あんたには負けたよ。だけど本当に歩いてくの。皇帝陛下から賜った馬は山賊に奪われてしまった。山賊に。よし、早速初仕事だ。
っきの坊主じゃねえか。あれ さあ行きましょう。なんという無慈悲なことを。無慈悲？いかに山賊とはいえ追い払うか捕らえるかすればよいものを。そんな生優しい奴らじゃねえよ。殺さなきゃあんたは殺されちまえよ。出家たる者、たとえ殺されても殺してはならぬ。このように血生臭い者を共にすることはできません。ええー、そうですか。共にできないと言うならこっちが頭下げてお願いすることはねえ。俺は説教大嫌いなんだ。久しぶりだ。本庄は気をつけていきな。あばよ。少しも反省していないのですね。いやあ観音さん、反省どころか500年の苦行で俺の根性にも筋金が入ったよ。三蔵法師の友はせぬというのか。向こうが嫌だと言うんだから仕方ないでしょう。あれを見よ。あの三蔵法師にはひととび108,000里の雲もなければ妖魔と戦う武器もない。それでもただ一人千山万里を踏み越えて修行の旅を遂げようとしている。あの姿を見ても何も感じないのですか。バカな坊主だと思うだけですよ。俺には何の関係もねえこった。気になるでしょう。お前は悪ぶっているが根は純粋で義教心が強いはず。おだてには乗んねえよ。あんな坊主のことなんか俺の知ったこっちゃねえ。三蔵よ、その水を飲むがよい。
の無観音菩薩。悟空は間もなく戻ってきます。扱いがたいひねくれ者だが、お釈迦様もおっしゃった、悪に強い者は善にも強いと。私に抑えが効きましょうか。その金の輪を悟空の頭にはめるのです。それは金庫といって、そなたが呪文を唱えれば輪が縮まって悟空の頭に食い込み、反抗することができなくなる。その呪文とは？そうか。いくら拝んでも座ってじゃ前に進めませんぜ。さあ出発しましょう。出かける前に言い聞かせることがある。だから説教は嫌いなんだよ。友をするからには私をお師匠様と呼び、言葉を慎むこと。あれ突っ張ってくる気か。それに仏弟子となるからには剃髪の儀を行わねばならぬ。丸坊主なの？正式の得度式は天竺に着いてから。今は髪を一房切るだけでよい。一房でもまっぺらだ。死の言葉が聞けないのか。待ちなさい。冗談じゃねえ。かわいそうだと思って戻ってきちゃったのに。やめてやめて。だがあんたなんか裸で化け物に食われちめ。オンマロリキャサカ、オンマロリキャサカ、オンマロリキャサカ、オンマロリキャサカ。外せるものか。それは観音様からいただいた金庫というものだ。あの野郎何回殴り込んでやる。オンマロリキャサカ、苦しい、やめてくれ。私をお師匠様と呼ぶか。はいはいはい、お師匠様。剃髪して仏弟子となるか。なります。オンアロリキャサは超えました。ここらで一休みしましょうか。なんと綺麗な空だろう。
天竺の空もこうだろうか。私の顔に何か？ずっと昔どっかで会ったような気が。ずっと昔とは？俺はまだ人間のガキ大将で暴れていた頃。悟空はガキ大将だった頃が懐かしいのか。その頃の自分に帰りたいのか。俺は神通力を得た新鮮で今さら無力な人間なんかには戻りたかねえよ。確かに人間は非力だが夢を描くことはできる。お師匠様の夢はお釈迦様でしたよね。そうです。お釈迦様こそ我が夢我が命。まるで恋人だね。会ったこともねえくせに。一心に皆を唱えればお姿がありありと心に浮かびます。じゃあやってみてよ。俺が独身投影術であの空に映すから。ナム如来子孫釈迦牟尼仏。おおすげえ。会ったこともねえのによくわかりましたね。わかりましたもん。お釈迦様、仏弟子三蔵、必ず身元へ参ります。これは私の信仰が至らぬせいだろうか。そうじゃありません。妖怪がお師匠様の夢を消そうとしてるんです。妖怪が？ちょっと様子を見てきます。ここを動かないでください。そこに来たのはどなた？悟空だ。私は白霊。旅のお方ね。どこまで行くの？それを聞いてどうする。怖い顔。女にはもっと優しくするものよ。恋をしたことある？恋？さあ、それはないの？そんなにハンサムで男っぽいのに。もちろんあるさ。女なんていくらでも。そうでしょうね。あなたってとっても情が深そう。ねえ、私たち馬が合うと思わない？うんうん。ナム如来子孫釈迦牟尼仏。
俺を覚えているか。確か長安の町で。そうだ、お前の呪文で術を破られた旅芸人だ。ほんまにパメーフン、ほんまにパメーフン。あの時ほどの法力はない。夢の半分を俺が食ってしまったから。私の夢、私の命、釈迦如来よ。夢を失った者は生きる力も失う。さあ改めて勝負しろ。ほんまにパメフン、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 ほんまにパメフン。素敵よ、こんなにしびれる男初めて。すいません、俺がついていながらお師匠様をこんな目に遭わせてしまって。悟空、シャカとハリアとドランタがそんなお兄さんに貸し付くの？この人には俺が必要なんだ。だからお前にいから誘惑されても離れるわけにはいかねえんだ。お前たちの天竺行きは我ら金閣一族が必ず潰してやる。金閣一族は妖怪中の妖怪なんです。魑魅魍魎の類を恐れていては司教の務めは果たせません。殺されそうになったくせにどうしてこう強気なんだ。それはお釈迦様を信じているからです。でもさっき死にかけた時俺の名前呼んだよな。ナムニョライ子孫悟空って。つまり俺はお釈迦様と同じくらい頼りになるってことだ。さあ出発しましょう。
で良さそうな村だ。今夜ここに泊まりましょう。すいません、ちょっと伺いますけど、この村に宿屋ありますかね。いや、小さな村で宿屋代が。旅のお方ですか。はい、どこか軒先でも。お坊様をもったいない。わしのうちに泊まってください。お宅に。うん、村長の交代校と申します。客用の寝室もありますから、どうぞご遠慮なく。心ばかりのお時でお口に合わないかもしれませんが、頂戴いたします。ご主人、よだれが垂れてるよ。これどうも。お坊様が美味しそうで。お師匠さんが美味しそう。いや、その美味しそうに食べてらっしゃるので。お恥ずかしい、ご欲を絶った僧侶の身で。寝室の支度をわしはしてきますから、どうぞごゆっくり。私は見ている人がよだれを垂らすほど浅ましい食べ方をするのだろうか。違いますよ。あれはお師匠様によだれを垂らしたんだ。私に。どうも様子がおかしい。ちょっと見てきます。死人の村？何もかも死んで腐ってカビ当時がうよよ。ではここのご主人は？ただもんじゃありませんね。お師匠様。これは多分主人に食われた旅人の骨だ。では私も。よだれを垂らしてたところを見ると、お師匠様はよっぽどうまそうに見えたんだね。交代後に気づかれないうちにすぐに立ちましょう。食われてやれば、お釈迦様は飢えた虎に我が身を与えたというじゃありませんか。私はそれほどの境地にまだ達していません。じゃあ俺が代わりに食われましょう。お師匠様。悟空。お師匠様はこの寝台の下に隠れていてください。と一緒に。お坊様、ちょっとお邪魔してよろしいか。お坊様、どうぞ。
夜更けに申し訳ございませんが、懺悔を聞いていただけませんか。懺悔の聴聞は僧侶の務めです。伺いましょう。さ、どうぞ。は、ではおそばに寄せていただいて。実はわしは自分でもどうにもならない悪い癖がございましてな。それは？欲望に弱いということですよ。例えば食欲でも、あれも食べたい、これも食べたい、その上いくら食べても足りるということがないんですよ。それじゃあ食べた分だけ働けばよいでしょ。ほう、それごもっと。でも食欲だけではなく、あっちの方の欲も。あっちとはどっちですか？色ごとの方ですよ。例えばこのいいおなごを見ると、このこう動いてしまう。私はおなごではありません。しかしまあ、かわいい顔をしてらっしゃるから、私は実は家族をみんな失ってしまって寂しい暮らしをしてるでしょう。だからいいおなごを見ると、このしかもこの温かい人肌に恋しくて恋しくて恋しくて。開いて。あれ？ああ、それほど人肌が恋しいのなら仕方ない。私を抱きなさい。本当にいいんですか？いけません。いいのか悪いのかはっきりしろい。てめえと一緒にすんな。今時の化け物って敵が違うんだ。化け物なんか食ったってな、うまくもなっともねえんだよ。坊主はどこだい。坊主は、あお、声豚。腕と術をもしながら、なんで坊主の嫌いな感じは手がんでいい。
観音さんに説教されたんだ。天竺へ行く坊さんの友をしろってな。何観音様に。するとあれか、おめえの師匠はあれか、あの天竺へ経を取りに行く坊さんかい。そうだ、お師匠様。ちょっと待ってくれ。なんだ。ちょっと待ってくれ。お坊様、お見それしました。どうかご勘弁を。実はわしも観音様に天竺へ行く坊様の友をしろと言われてるんです。観世音菩薩に。なんでまた豚の化け物なんかに。わしは生まれつきの化け物じゃねえよ。元はれっきとした人間だったんだ。それがどうして豚の妖怪に。どうぞお聞きください。この土地は昔から本当に豊かで明るい村でしてな、わしは先祖代々の村長でもってよく人の世話も焼き、万事平和に収まっていたんです。あれは5年前のことでした。兄弟の旅芸人が村にやってきましてな、その妹の怪しい踊りにわしはすっかり行かれてしまいました。その兄弟というのは金閣大王の息子と娘じゃないか。おう、その通り。奴らは人間の夢や欲望を膨らませてそれを食って生きている妖怪だったんだ。それに気づいた時はわしはもうメロメロに魂を奪われていましてな。村人に夢と欲望を与えてどうするのだ。食べるのよ。食べる。わしゃ兄弟の妖怪の言うままに村人たちの夢を思いっきり膨らましてやりました。道路を作る、運河を引く、破片を許す、ムードを書いていく、いや、そういう口約束だけでも人々の夢はいくらでも広がりますから、妖怪は村中にあふれた夢を食い漁り、わしにはご褒美にあらゆる欲望を切りなくかなえてくれました。夢を食われた村人たちは生きる力を失って病気になったり殺し合ったり自殺したり、豊かで平和だった村たちまち廃墟となってしもうたのです。ただ一人残されたわしはあさましい姿になり果ててしもうて、大変なことになってしもうた。どうすれば元の人間に戻れたのかな。神様、仏様、どうぞ助けてください。助けてください。元の人間に戻りたければ天竺へ経典を取りに行く僧侶の友をするがよい。観難辛苦に耐えてその旅を成就したとき、お前の罪は許されない。何でもしますから、どうか助けてください。助けてください。南無観世音菩薩、三蔵の旅へのご加護ありがたく頂戴いたします。こんな化け物頂戴したって足手まといになるだけですよ。化け物じゃないと言ってるだろうが。お師匠様、どうか仏説にして法名を授けてください。お前は欲望に弱いから八つの欲を戒めて八戒と呼ぶことにしよう。
オンマボギャベイロシャノマカホダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン。わしゃ今日から紅白会ですな。豚の化け物なんだから名字はチョだろ。チョ白会。じゃがし豚じゃない人間だ。そのうち今しめやべって元の豚に戻るに決まってるさ。何を。いやおめえこそ何の化け物なんだい。おお聞いて驚くなよ。500年の昔天上界探す英雄孫悟空だ。孫悟空、うん、それまあこれ妖怪中の妖怪じゃねえか。お師匠様の一番弟子は俺、二番弟子お前、分かったな。いやまあ孫悟空ならしょうがねえけど、所詮は猿だろ。え、豚と猿とどっちが上かねえ。なんか文句あんのかろ。二人ともいい加減におやめなさい。お師匠様、渡らずに泊まりしましょうや。俺だけなら一間だけだけどな。どこか漁をする人がいるはずです。探してごらんなさい、うん、兄貴頑張れ。
完全オッコスご覚悟があります。完全菩薩のご加護とは、お師匠様、観音さんに見込まれて天竺まで今日取りに行くんだ。待ってくれ、私の話を聞いてくれ、待ってくれ。このように浅ましい妖怪の姿は館内のものではありません。私はこの龍坂の先頭の家に参った人間、山水城でございます。幼少より学問を好み、長安の都に登って最高の大学に合格し、位い人心を極めることを夢見て国庫弁礼しておりました。その夢が破れたのですか。加藤の野望と読書で精神が錯乱したのです。あれは5年前の寂しい秋の夕暮れでした。調べに魂を奪われた時から私は虚無の虜になりました。受験も出世も無意味で虚しいことに思われたのです。ここは長安に試験を受けに行く若者たちの通り道だ。その連中に理想を語らせるのだ。虚しい理想か。君が虚しいと言えば言うほど相手は無気になって夢を語るだろう。夢を語らせてどうする。食う。私は妖怪兄弟が奏でる虚無の調べに操られるままに都へ向かう若者たちに理想を語らせました。おかえはその夢と野望を食い尽くしたのです。ありったけの夢を語り尽くし、食い尽くされた9人の若者の死体は龍坂の水に沈めました。完全菩薩は助かりたければ天竺へ向かう旅僧の友をせよとおっしゃいました。お願いでございます。何とぞ私を弟子の一人にお加えください。観音様のご託宣とあらば喜んで。オンマボギャーベイロシャノマカボダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン。
法名は本名左水城の水を悟りに変えて左五城とするがよい。 ありがとうございます。この砂漠は到底越えられません。他に道はないのでしょう。ああ、空を飛ぶ以外はね。ねえ、お師匠様、この際あれ、兄貴の筋斗雲に乗るしかないですよ。それだけはできません。もう強情なんだから。この砂漠は鳥も飛ばず獣も走らず、まして無事に越えた人間は一人もいないんです。そりゃ本当だよ。神仙や妖怪だってここは避けて通るんだ。ああ、天持ちもメラメラと持ってやがって、ちょあつな。あ、なんだあれは。ラクダ。ああ、30頭はいるな。これはこの砂漠は鳥も当たらず獣も走らず、まして無事に渡った人間は一人もいないと言いましたね。武器にそう書いてあったんです。だが人もいる。2階の砂漠にこうして踏み込んでくる人たちもいる。素晴らしいとは思わないか。おお、あなた方はどちらへ向かわれるのですか。西でございます。見なさい、新しい道はこういう人たちによって開かれていくのです。悟空の目は確かに商人たちの正体を見抜くか。聖戦記と霊理中の変身術は完璧だ。釈迦や観音に見抜かれはしない。男を骨抜きにするのは女の役目さ。兄さん、私と娘たちに任しておくれよ。よかろう。男を食い漁ってきた白骨夫人の狙いはあのうまそうな坊主だろ。ええ、その通り。おば様、悟空には手をつけないで。分かってるわ、ビアクレ。
あの男はお前に取っといてやるよ。おい、マクだマクだ。これも観音様のおかげだよな。悟空はどうして乗らないんだ。ほっとけほっとけ。ケツが赤くなるのが嫌なんだよ。みんな降りた方がいいぞ。せっかく泉の岸まで乗せてくださるというのに。泉なんてあるもんかい。なんてはできないよ。文献にも山にだったんだ。おそらくこの商人たちは人間じゃねえぞ。何か怪しい印でも。それがさっきからずっと見てるんですよ。悟空の目に何も映らなければ人にそうやるまい。おかげで助かりました。皆様のご無事をお祈りいたします。ありがとうございます。そちら様もどうぞご無事で。この先に豊かな未亡人の住むお屋敷がございます。お宿をお借りになってはいかがですか。豊かな未亡人では、私たちはこれで。何も起きなかったじゃないか。やっぱりただの人間だったんだ。泉も確かにあった。悟空、むやみに人を疑うものではない。未亡人の話もきっと本当ですよ。さあ行きましょう。大金持ちのお屋敷に違いありません。これ八戒、案内を壊ずに入るものではない。まあ任してください。わしゃこういう交渉は得意なんですから。あ、どうも。女だけの館にどなたでございますか。私どもは西へ向かう旅僧の一行でございます。他のお方はどこにいらっしゃるの。旅のお坊様ならどうぞお入りになって。本当ですか。どうも。お師匠様、お師匠様、どうぞこちらへ。私は昨年夫を亡くしまして、やもめ暮らしをしております。ちょうどもがけた頃、このように美しいお坊様にお立ち寄りいただけたのも亡き夫の引き合わせでございましょう。それではまずご主人様のご供養を。法要はもう済ませました。次は私の身の振り方を決める番でございます。奥様の。あなた様が私の婿になってくだされば、栄養映画は思いのまま、何も苦労してまで天竺においでになることはないでしょう。私は出家の身です。まあお堅いこと。でもそうやってお怒りになったお顔がまた素敵ですわ。おからかいになるのなら失礼させていただきます。まあまあお座りになって、やがて日も暮れますし、すぐにおときの支度をいたします。あの坊主、お母さんの色金も迷わないの。まだまだ小手だめしさ。必ずトロトロにしてやる。
お母さんの手練手管にかかればどんな構想だって一コロよ。お前たちは八海と五条を骨抜きにしておしまい。私は悟空がいいな。お供の三人の中では一番いい男だもん。ダメよ、悟空は白麗姉さんが狙ってるんだから。白麗はまだろくに男を知らないんだよ。悟空みたいな男に行かれたら女が泣きを見るだけさ。先ほどはお師匠様に叱られて年甲斐もないと反省いたしました。あの話はなかったことにしてくださいまし。お分かりいただいて幸いです。お詫びの印に二人の娘たちにご接待を申し付けました。どうぞごゆるりとおくつろぎを。姉の愛玲は風流が好きで花をたくさん育てています。よろしかったらご一緒に。あの花、おいや、私はね花は大好きなんです。はい。妹の凛麗は学問好きで女ながら師匠ご教に通じております。そちらの秀才さんとお話が合うんじゃないかしら。え、あ、学問の話なら喜んで。ではご案内を。素晴らしいお屋敷ですね。お気に召しまして。それはもう、それにあなたのこの魅力一層向こうにしていただきたいくらいです。お師匠様が許してはくださらないでしょう。何、あの人はわしの親でも兄弟でもないんだ。わしがどこで誰と何をしようとわしの勝手です。そうだろ、それがお前の本音だよな。ではお師匠様と別れて私と一緒になってくださいます。なりますとも、なりますとも、なりますとも、なりますとも。お、帰れ。大事だ、バカだ。お前はしょうがないかんねえ。なんでしょ、バカ。帰れ。どうしてそんなこと。お師匠様、何の騒ぎですか。このバカが、お嬢さんの頭をこの上まで砕く、バカだね。もう頭の骨が砕けて死んでいる、死んでしまいました。悟空、お前は何ということを。この親子は人間じゃないよ、化け物だよ。化け物、何を証拠にそんな馬鹿げたことを。よし、てめえの仕事暴いてやる。悟空、助けて。待ちなさい。私の言うことが聞けないのなら仕方がありません。でも天竺へいらっしゃらなければならないのですね。天竺行きにどれほどの意味があるか君も感じています。ではどうぞこの家におとどまりになって。ああ、それができれば。お願い、私のために。いけねえのか、このエロガッパyou
悟くん。分かってますよ。どうせこれでしょ。オーン。悟空は破門にします。え、破門？最初に入門を許した時、出家たる者たとえ殺されても殺してはならぬと諭したはずです。殺さなかったらお師匠さんが殺されちまえよ。私の運命は天にある。死すべき時が来ればお前の助けも役には立たないのだ。俺の助けはいらないとおっしゃるんですか。お師匠様、それはちょっと短気というもんです。そうですよ、バカとハサミは使いようですから。私とて悟空の力は知っている。ここまで旅を共にして別れがたい思いもある。だったら破門なんて頭の輪っか締め付けられる方がまだマシだ。私の心はもう決まったのだ。さらば。悟空は追放されたよ。八戒は私に任せて。五条は私が。私はこの腕によりをかけて、あの美味しそうな三蔵を。三蔵のバカ野郎、俺はどこに行けばいいんだよ。これは長安の都だな。よし、くさばるしだ。悟空があれに、どうやら昔のガキ大将に戻ったようです。少年の頃には純真な魂もあったろうに。本人は忘れておりますが、一人の少女にほのかの思いを寄せたことが。それがよい。それを思い出させてやりなさい。強い人に会ったことがない。おう、今日から俺たちの歩きになってくれ。おー、すごいぞ。よしよしよし、俺のおごりだ。どんどん飲め。おーおー、ほら待って、飲めよ。おー、悪い子じゃねえか。兄貴もすぐに避けねえわ。兄貴、
知ってる子か。ああ、昔どっかで会ったような気が。どこかでって。それがどうしても思い出せねえんだ。ああ。何も怖がることなんかないのよ。骨まで可愛がってあげるだけ。八海五条呼んでも無駄よ。二匹とももう完全に妖怪に戻ってる。お前もすぐに妖怪の仲間にしてやる。私は男を化け物に変える女なのさ。私は男ではない。何だって？仏に仕える身に男女の別はない。そんなもっともらしいこと言って私はごまかされないよ。感じないのか？何も感じないのか？これじゃ私の術は使えない。ここから私を助け出すのだ。はい、お師匠様。どうかめでしょう。何もかも悟空の言った通りだった。波紋は行き過ぎでしたね。わしもあの時そう思ったんですよ。これから先のためにも呼び戻していきましょうか。素直に戻ってくる悟空ではない。それに私は悟空なしで旅を続ける決心をしたのだ。どうしてこう意地っ張りなんだろうな。悟空とどっちもどっちだよ。八海と五条も二人だけで私を守ってくれたではないか。ええ、それはね、それはおっしゃってからやるときはやりますよ。妖怪どもは必ず巻き返してきます。私とて妖怪夫人のまねてから自分の力で逃れた。どうだい今のあの鼻息は。かなり無理をしているよ。悟空のことはもう忘れよう。さあ出発だ。いい加減諦めなよ。都にはさ、いくらでもいい女がいるからさ。やかましい。俺はあいつが誰だか知りてんな。おい、あれ、悟空。このまま長安の都で一緒に暮らさない？
おー、男をたぶらかすテイクだ。おばの白骨婦人仕込みか。私一族を抜けてもいい。そんなことできるわけねえじゃねえか。できるわよ、あんたがその気になってくれたら。あんたは三蔵に破門された。私たちが戦う必要はもうなくなったのよ。それともまだ三蔵に未練があるとか。誰だこいつ。俺はもうあいつのことなんか忘れる、忘れられる。父の銀閣と兄の銀閣はね、悟空がレンゲ魔道に来てくれたら最高の霊で迎えるって。俺が行くと思うのか。思ってない。闇の世界はあんたには似合わないもの。あんたに似合うのは例えばこの大東国の皇帝よ。この国の悟空ならなれる。自分でもそう思うでしょ。それはまあその気になればな。なってよ、三蔵の弟子で偉い坊さんになるよりずっとその方が悟空らしいよ。三蔵のことは言うな。もう言わない。でも皇帝になる話は悪くないでしょ。チンピラのガキ大将でうさばらししてんのも確かにこの俺らしくねえな。よし、この大東国を支配してあいつを見返してやるか。話気に入ったぜ。大東国の皇帝悪くねえな。まっ国際坊主なんてクソくらい。呼び戻せばいいんだよな。顔に似合わず強情なんだよ。何をブツブツ言っている。何をって。お嬢様が寂しそうだと。少し疲れただけです。どこか一休みするところはないか。あ、お嬢様。お寺、お寺。様のお寺とありがたい。オンサラバートラヤタハンナマンナのウーギャロミー。旅のお方かな。玄城三蔵と申します。ご住職様でいらっしゃいますか。この山門から一歩も出たことのない田舎者じゃよ。ぶしつけではございますが、しばし休息のお許しをいただきたいのですが。この辺りは人里も遠く、宿を求めるのも難しかろう。このむさ苦しい寺でよければ旅僧を解かれてはいかがかな。ありがとうございます。お言葉に甘えまして。
わしも話し相手ができて楽しみじゃ。では後ほどお会いしよう。優しいご老子ですね。さぞ修行を積まれたことであろう。おい、おかしいと思わないか。何や。この石窟分は全て捨て手屋で住職はいないはずだ。また五条の知ったかぶりが始まるのか。これから八回の学がないで犬向きでいいよ。なんだよ、お前の知識はなんだい。本土受けるじゃねえか全部。何？なんだよ。よし、じゃあそれだけかどうか確かめてくる。おい、行ってこい行ってこい。全部調べろ、全部な。お前たちは二人だけの弟子になったというのにどうしてそういがみ合うのだ。二人だけで心細かったら悟空もお呼びだったらいかがですか。大王が直々にお根ばしになったのだ。今度こそ取り逃がすな。妖怪？老子が？妖怪中の妖怪、金閣大王です。何？金閣大王？マリアス海囲まれてる。どこに？絶対絶命だよ。お師匠様。お師匠様。ここは観音様のお寺です。そして住職は僧侶。形はそうだけど正体は妖怪です。形だけとはいえ僧の姿をしている以上私が釈伏してみせる。金閣を釈伏？そんな無茶な。私は仏法の力を信じます。少しはお疲れが取れたかな。おかげさまで正気満ちましたゆえ観世音菩薩様にお経をあげさせていただきます。何？お経を。何とぞ老子もご唱和を。いや、わしは。観自在菩薩行人般若波羅蜜多時。学路釈伏なんてできるわけないよな。怖いもの知らずのいいところだよ。今俺とお前が逃げ出したらあいつらかかってくるかな。いや、あいつらの目的はお師匠様だ。俺たちじゃない。どうしたら、ここが死を向きめところじゃないか。そうかもしれない。死を向きめところじゃないか。不増不減税国中般若心
妖怪は悶絶したぞ。勝った。私は妖怪中の妖怪、金閣大王を折服した。死んじゃいませんよ笑ってる馬鹿な坊主め、お前の釈服はわしの正体を暴いただけだやっぱりリヒトの矢止められないってことか。つまり何もならないってことだよ。勝った勝ったと喜ぶのはまだ早い。ご師匠様、女の館では取り逃がしたが、今度は違うぞ。玉座の座り心地は悪くねえな。だがこれで皇帝になれたわけじゃないぜ。なる方法はいくらでもあるわ。脅して位を譲らせるのもいいし、殺してもいい。殺すというのはな、もう死にかけてる。お前が病気にしたくせに悟空に位を譲るよう遺言させよう。やめろ、今すぐ直してやれ。どうせ位を譲らせるなら正面から堂々と挑む方がいい。あんたらしいね。ではそうしましょう。お前は誰だ？教えてくれ。どっから来た？東照神宗強来国の加賀山。水蓮堂か。音響。どうして私の名前を？俺を覚えてるか？悟空だよ。孫悟空。悟空？ガキ大将の悟空だよ。お前の桃を取り上げて泣かせたこともある。
私の桃覚えてるか、ほら水田堂の滝のところで覚えてるか、悟空だよ。待ってくれ、音響、音響。その娘はもういない。お前は500年も生きているのだ。人間の娘はそれほど生きてはいられない。だったら何だ音響が。お前は幻を見たのです。幻？心の中の素直なものがよみがえったのです。素直なもんなんて俺にはねえよ。音響はお前の初恋の少女、その思いがまだ残っているのです。何だって。三蔵法師に初めて会った時も。え、私の顔に何か。ずっと昔どっかで会ったような気が。ずっと昔とは。俺がまだ人間のガキ大将で暴れていた頃。師匠様、音響と二人の面影はお前の中で一つになっている。どちらも忘れることはできまい。その三蔵の命が今尽きようとしている。何だって。お師匠さんはどこでどうやって。観音様三蔵法師はお酒に変えられるのよ。金閣大王の赤い福部の中で。何？お前は知ってたんだな。私は金閣の娘だもの。でも一族を抜けてあんたと一緒になりたいっていうのは嘘じゃない。どけ。待って、三蔵を忘れるって言ったじゃない。忘れることはできない。それが今分かったんだ。行けばあんたもお酒に変えられるのよ。父の秘術は誰にも破れない。お願い、行かないで。ゴッくん、どうしても行くというのならこれだけは覚えておいて。父に名前を呼ばれても、絶対に返事をしちゃダメ。赤い福部に吸い込まれ、よし、分かった。助けてくれ。わしなんか食ったって仕方ないだろうよ。酒の魚ぐらいにはなるさ。裏の池につけて毛を抜いた後塩漬けにしてやる。うまいもん食いあさって化け物になったわしが、さあ化け物に食われるたな。五条は食ってもうまくはないな。昔のように学識を俺たちの役に立てるなら助けてやってもいい。
妖怪には戻りたくないし、人間になるのも諦めた。所詮この世は無意味、生きてる価値はない。五条破壊。よし、やれ。おう、悟空か。妖怪の王にもなれる身でなぜに物騒に使えるのだ。わけなんかねえ、俺がそうしたいだけだ。知ってるらしい。サンドホース。はい。お嬢様、妖怪たちは消えてしまったのか。お嬢様、さらわれたのか。お前たち二人がついていたから。教えてくれ、どうすれば赤い福部から助け出せる。出す方法はないわ。お師匠様は酒になっちまうのか。ええ、そして父や兄たちがそれを飲む。諦めなさい、もう誰にもどうしようもないことよ。観音さん、一大事だ一大事。
悟空がこれほど慌てるのは珍しい。三蔵の身に何か。金閣大王の赤い福部の中に吸い込まれてしまったんです。助け出す方法を教えてください。それは困ったことになった。あの福部の中に吸い込まれたものは酒にならなければ出られない。そこをなんとか観音さんのお力で。いくら私でもできないことはできない。冷たいじゃありませんか。そもそもこの途方もない仕事をお師匠様に命じたのはあんたでしょう。その途方もない旅ゆえに悟空を共につけたのだ。そのお前を破門するのは三蔵の至らぬところ。今頃は赤い福部の中でその思いをかみしめているだろう。悟空よ、お前は戻ってきてくれた。だが私はもう助からない。このように体が溶けて酒に変わって、お前を破門にしたのは私の過ちだった。お釈迦様にも観音様にも申し訳がない。反省なんかさせたって何もならねえよ。お釈迦様にも相談して助け出す方法を考えてください。お釈迦様とて天の定めは変えられません。お師匠様はお釈迦様のことを我が命と言ってんだよ。それ見捨てるわけ。仏の慈悲ってそんなものかよ。ああそうですか、分かったよ。あんたたちは見捨てても俺にはそんな不人情なことはできねえ。心中覚悟でやってみるぜ。これで我が一族は安泰だ。三蔵法師の酒はさぞかしうまかろう。瞑想を溶かした酒は不老不死の妙薬になるそうだ。色では垂らせなかったけど、さすが兄さんだわね。かなり溶けてきたな。悟空、もう一人悟空もこの福部に吸い込みたかったか。あいつが生きてる限りは安心できないからね。白龍、返事をするなと教えたんだ。それは本当か。連れ取れ。お前は長安で悟空のたぶらかしに成功していた。どうして最後に一族を裏切ったのだ。悟空を先にしたくなかったのよ。それで三蔵と一緒になんて。白麗姉さんは悟空と三蔵の仲を焼いてるんだね。そんなの変よ。三蔵法師は男じゃないか。心と心が結ばれている。白麗、お前は悟空に惚れたのか。だから言っただろう。悟空みたいな男に惚れたら女が泣きを見るだけなんだよ。裏切りは許さん。悟空、ちょっと待って。悟空、断っとくわ。俺は白麗に教わって助かったわけじゃねえぞ。ではなぜ返事をしなかった。呼ばれた声が聞こえなかったんだよ。わしの声が聞こえて返事をしたところで俺は吸い込まれやしねえけどな。バカを言うな。
返事をして吸い込まれなかった魂はないのだ。俺には特別な術があるんだ。嘘だと思ったら呼んでみろ。悟空、三蔵と心中する気じゃ。さあ呼べ。その赤い覆面と俺の術の勝負だ。やめて。それで、わあ。悟空。いや、来てしまいましたよ。どうして、さっき罠にはかからなかったのに。お師匠様と俺が溶け合った酒がどんな味がするか知りたくてね。バカなことを。本当バカだ。どんな味がするのか自分で飲んでみるわけにはいかねえんだ。私はもう半分酒に変わってしまって助かりそうもない。お前だけでも何とかしてここダメでしょうね。観音さんだって酒にならなきゃ出れないって言ったんだから。お前だけなら何とかなるかもしれない。やるのだ。やってみなさい。よし、じゃあ暴れてみますか。暴れろ暴れろ。酒になるのは早くなるだけだ。三蔵と悟空が混ざった酒なら間違いなく天下の名酒だ。酒盛りの支度をしよう。蔵からありったけの珍味を出しておいで。はい。しかし大王様、悟空はただ者ではありません。果たして酒に変わるでしょうか。寝ろ。静かになったぞ。悟空が溶け始めたようだな。二人とも酒に変わってしまって妖怪に飲まれてしまうんです。俺も酒になったことがねえから後はどうなるか分かりません。ただただこれだけは言える。酒になってもお師匠様と俺は一緒です。お師匠様だけなら飲まれてしまっておしまいかもしれないが、俺と一緒なら何かできるかもしれない。何かとは分かりません。とにかく酒になってここを出ましょう。やっぱり赤い覆面に吸い込まれちまったよ。だから行くなと言ったのに。金閣一族はな、大喜びで酒盛りの支度をしてるんだおい。いや、兄さん、白霊のお仕置きは？仕置きは後で考えよう。もうそろそろ飲み頃だろう。ほれ、おう。いい音だ。悟空の酒かよ。いい匂い。これこそ最高の酒だ。
く初めからこういうつもりだったの？そうじゃねえんだ。俺は術は何も使ってねえ。気がついたらそこに立ってたんだ。ここは我が一族の本城。死んでられると思うなよ。かかれ！しかし、お師匠様も兄貴もよく戻ってこられましたな。何もかもお釈迦様と観音様のお計らいでございましょう。お師匠様の前の殺生の真似はできねえ。消せろ！一緒にお酒に呼んで。Thank you.
お師匠様、お酒になった気分はどうでした？何かこう、苦しいような、悲しいような、それでいて、不思議に心地よいような。ああ、それは酒を飲んだ時の気分と同じですよ。そうなんだ、そうなんだ。あれは確かに酒に酔った時の気分だった。私は出家の身です。酒など近づけたことはない。この旅では何が起きるか分かりませんよ。そうそう、女もたんと近づきましたからね。汚らわしい、無駄口叩かずに先を急ぎなさい。はい。あの山には金閣一族以上の妖怪がいそうだ。回り道した方がいいんじゃないですか。まっすぐ進むのだ、お釈迦様の身元に。天竺への夢と理想に燃えてはいるが、弱い生身の人間三蔵法師、人と妖怪の性質を合わせ持ち、それぞれ一癖も二癖もある悟空、八戒、五条、一行の旅はまだまだ続きます。三河十万里の苦難の記録最有記、この先いかなる苦難に見舞われますやら、まずは一巻の終わりでございます。